若洲海浜公園の、キャンプ場に来ました。こちらが受付です。で、駐車場ですね。駐車場が、1回500円で、出入りするたびに500円かかるそうです。こちらが公園の全体図です。キャンプ場はこちらですね。今日僕らが泊まっているのはこの辺です。トイレはキャンプ場の中にもいくつかあるそうです。大きい荷物もリヤカーがあるので簡単に運ぶことができます。こちらのキャンプ場はシャワールームが、コインシャワーになっていて、5分300円で入ることができます。シャワーの営業時間結構短いですね。こちらがアウトドアセンター。焚き火とか、薪火とか、ちょっとしたキャンプに必要なグッズはここで買うことができます。マシュマロ売ってる。そうですね。ぜひぜひぜひ。ありがとうございます。もうなんか大満足。今みんなで楽しみたい。大根料理でも普段今の子さんがね、教えてくれましたけど。割り箸が売ってますね。割り箸も非常に安い。20円。どういうこうこうするといいと思いますか。あ、すごい安い。そうですね、炊き込みに限らずだけど、ちゃんとね、お米を浸水させてください。お米研いだら、水に浸して、まあ、15分30分ほど好きな人から中までしっかり水を吸わせて、そこから炊き上げると絶対ふっくらするんです。時間がなくてもそれだけで。ご飯に入れてもいいの。いや、本当にぶっちゃけちゃんと今新米美味しいからわざわざ炊き込みにしなくてもいいの。白いご飯で食べていただいてもいいんだけど、今日サンマがね、また美味しい時期だ、ですよね。カツミがれそうなんで、じゃあね、これ絶対おすすめなの、海苔の佃煮を自分で作りましょう。自分でいいですよ。入ってるようなのあるじゃないですか。家で作ると結構美味しいですよね。焼き海苔でね、焼き海苔でしっかり締めたつもりサンマで、そう、あ、入ってたみたいな時あるじゃないですか。あの、湿けた海苔をちぎって水に浸して、水で、そう、で、ドロドロにしてるんですよ。で、それをお鍋で煮て、お醤油とか砂糖とか入れて煮るだけ。これ、超美味しいです。作っちゃうのもう、だけど、だけど、だけど、水でね、傘が増すからね、直の海苔でも結構出ちゃうんですよ。これで、ね、ちょっとしたそういうところがね、そうね。それいい、それいい、それは絶対おすすめですね。はい、はい。
イレは、比較的何箇所にもあります。こっちもあるし、さっき収録したこっちもありますし、何箇所ね、3箇所ぐらい。を予約すればキャンプファイヤーのようなことになってます。こちらが、水虫調布ですかね。で、あら、手を洗うところとか食器を洗うところになります。でもそこからまだ2回しか運転してねえか。ねえ、あれは？今次バルサラサラサラ。いっぱいこれ。あ、スプーンとかいらない？スプーンとか。乾杯。カー、カー、カーですよ。はい、貝はね。僕がね、水分をね、水分を減るたびに追加してたんでね、1人3つ食べれますよ。うめっ。外で食うとうまいっすね。いいよ。ワインとかやる？わかんないけど、ワインとか入れてみる。これ、何、絶対にビデオでいいの？このストーリーじゃなくて。あ、おじさんわかんないけど。たまにライトつけてるわ、確かに。ああ、便利だ、手元が。やっぱあそこって360度全ての方向から見られるから嫌ですよね。確かに。でもあの人たちの装備結構シンプル。そうですね、あんまり、最低限にやってるのかな。そういう楽しみ方なんですね。タープとかもないし、確かに。